ミルフォードサウンドの位置、ミルフォードサウンドはニュージーランドの南東の南西部のフィヨルドランド国立公園に位置するフィヨルド。ではヒポーナムの一部としてユネスコの世界遺産に登録されている。別名としてピオピオタヒと呼ばれる。ミルフォードサウンドはウェールズにあるミルフォードヘイブンにちなんで付けられた名前である。ミルフォードサウンドを最初に発見したジョングロノの生まれ故郷である。 ミルフォードサウンドミルフォードサウンドはフィヨルドである。サウンドとは英語で入り江を意味し、詳細には川の水の氾濫によってできた地形を指す。フィヨルドは氷河の身体によって削られた岩山に氷河の溶け水や海水が入り込んで形成される地形であるが、発見当時の人々の地理の知識や言葉の知識がなかったためにサウンドと名付けられてしまった。 フィヨルドランド国立公園内には他に13のフィヨルドがあるが同様の理由でサウンドと名付けられている。ミルフォードサウンドはタスマン海から 15km 内陸まで続いており 1200m 以上の断崖絶壁に囲まれている。ミルフォードサウンドで最も有名な山は標高 1800m のマイターピークでニュージーランドを象徴する景色としてガイドブックやポストカード 土産品、その他ポスターなどのイメージとして使われる山である。マイターピークは海水面から直接そそり立つ山としては世界で2番目の高さを誇る。ミルフォードサウンドから見られる最も高い山は2300メートルのペンブローク山で通年山頂に氷河が見られる。この氷河の雪解け水はミルフォードサウンド内で見られる望遠滝やスターリング滝を形成して フィヨルドに流れ出る。主に薄っそうと茂ったタウリンがその絶壁に生えている一方で、岩山の内部には、どうや金が埋まっている。発見当時は金を求めて訪れる者も,もいたが、岩肌が強く硬すぎるため、また海水面からの作業となるため、採掘を諦めた。現在は、国立公園内、さらに世界遺産のため、鉱物を掘ることは違法である。この自然の美しさに惹かれて、 毎日何千人もの観光客が訪れる。ミルフォードサウンドは年間7000から8000ミ、mm、リメートルもの降水量があり1年の3分の2、およそ230日は雨が降る。その度にカスケードと呼ばれるいくつもの一時的な滝が形成される。中には1000メートルを超える滝もある。この雨により時にフィヨルドの崖の土壌が緩み地滑りが起こる。 急瞬な岩肌を木々がお互いに支え切れずに上部から次々と倒れ落ちていく現象でミルフォードサウンドでは当たり前の光景であるこのため三壁に見える森林の一部で岩肌が剥き出しになっているしかしタウやたくさんの野生の鳥によって持ち込まれる種子などにより森林の回復が世界の他地域よりも数倍早いと言われているミルフォードサウンドでは 雨天時には数千もの滝が見られる。しかし、これらの滝は、改正時には枯れてしまい、高級的に見られる滝は、たったの二本である。一つは160メートルの望遠滝、もう一つは155メートルのスターリング滝である。どちらも山頂に残っている氷河の雪解け水が、作り出す滝である。この氷河も2040年頃までに完全に溶けて、消滅すると言われており、 これらの滝も見られなくなるかもしれない。ハンドウイルカ海中にはニュージーランドオットセイキマユペンギンイルカなどが頻繁に出現し、ハンドウイルカは世界でも最南端の個体群の一つである。頻繁ではないが、クジラやシャチの目撃もあり、近年は個体数の回復とともに確認が増加傾向にある。特に回復速度の遅いセミクジラと違い、 ザトウクジラは2010年代以降定着してきている。フィヨルドランドはかつて、ホゲートアザラシ漁の拠点であった。ミルフォードサウンドを発見したジョングロノも、アザラシ漁師だった。現在は、ニュージーランドで見られるアザラシ。ミルフォードサウンドで毎年8月から10月頃にかけて、見られるキマユペンギンは、世界で最も希少なペンギンの一種で、ミルフォードサウンドや、 周辺のフィヨルドでしか発見されておらず、さらに一年のほとんどが生息地不明となっているだけでなく森林に生息するという珍しい特徴を持つ。ニュージーランドと南米チリの間の海洋で発見されたという噂もある。また、ミルフォードサウンドで最も魅了されるのは深海魚の生息である。混じり合わない海水と淡水とが海中に層をなし、層のもまで、 太陽の光が入り込まないため、真っ暗で深海のような環境ができる。そのため、深海でないのに、数多くの深海魚や、世界で最も希少な黒サンゴが生息している。黒サンゴは通常では、深海でしか発見されないため、直接目にすることは非常に難しいが、ここミルフォードサウンドでは、水深約10メートルの深さに設置された海中展望台で気軽に、 黒サンゴの様子を見ることができる。世界的に見ても非常に降水量の多い地域である。二日に一度は雨が降り、湿度も非常に高い。気候は海洋性で冷涼である。ミルフォードサウンドで最も人気のアクティビティは観光船によるフィオルドクルーズである。観光船はミルフォードサウンドの内陸側先端に位置するフレッシュウォーター湾を出港する。 1> 約1時間半かけて、大型船でフィヨルドを周遊するクルーズや、約3時間かけて、小型船で自然と野生動物を観察する、ネイチャークルーズ、夕方に出港し翌朝まで船内泊する、オーバーナイトクルーズなど、時間帯や運営者により種類は様々である。また、大手数社の大型客船には、飲食を提供する施設が整っており、船内での食事が通常クルーズと、 パッケージされている。主な運営者と船舶は以下の通り。ミルフォードサウンド、ミルフォードサウンドへの陸路アクセスは手穴から一本しか道路がない。ミルフォードサウンドの村の人口は約150から200人である。陶器には人口100以下に落ち込む。人口の多くはクルーズや隠しアクティビティといった観光職に従事する人、または地元漁師である。村の中には 空港、観光船ターミナル、漁港、ロッジ、ホテル、カフェ、バー、ガソリンスタンド、駐車場、公衆トイレなどの施設がある。唯一のカフェで昼食を済ませられるが、観光客の多くは観光船内で食事を済ませる。2014年4月現在も、携帯電話の電波は受信できないが、カフェ、ロッジ、港ターミナルでは Wi-Fi によるインターネットが利用できる。 宿泊施設としては、ミルフォードローチが、キャンプサイト、プライベートコテージ、バックパッカードミトリーなど、多種多様な部屋を用意しているほか、小規模な売店やカフェも利用できる。もう一つの宿泊施設、マイターピークロッジは、ミルフォードサウンドで最初の観光資源として歴史あるホテルである。現在このホテルは、毎年10月から4月の夏季限定でオープンするが、利用できるのは、 ミルフォードトラックのガイド付きウォーク参加者のみに限られているので一般には開放していない。村で唯一の本格的な飲食施設ブルーダックカフェは朝食から昼食、コーヒーやスナックまで提供するほか夜間はバーとしてディナーメニューや種類を提供。カフェ内には観光案内所も併設する。クルーズセンターミナルは観光船の出港拠点で 各社の発見カウンターやオフィスが入居している。売店はないが、自動販売機があるほか、Wi-Fi インターネット、公衆トイレがある。上記の主な施設より空港を挟んだ反対側には、ディープウォータワーンが広がり、ロブスター漁の起点となる漁港がある。このエリアは、通常、村の人口の大多数が居住するローカルのエリアで、私有地や公共の管理地も多いため、 観光客の立ち入りを制限する標識もある。船でのアクセスも可能である。世界各国からの豪華クルーズ客船が立ち寄る観光地でもある。しかし、ミルフォードサウンドにはクルーズ客船が停泊できるほどの土地、港がないため通過するのみである。日本からは横浜を出港するアスカ2が1年に1度毎年2月頃に立ち寄る。ありがとうございます。